創世記3章15節の種を魂に植えれば天国を味わえます。また別の種がいい地に落ちた。すると芽生え、育って実を結び、30倍、60倍、100倍になった。そしてイエスは言われた。聞く耳のあるものを聞きなさい。マルコの福音書4章8節から9節まで。イエス様はガリラヤ湖のほとりで、イエス様の御座にやってきた多くの人々に、種をまく例えを話して聞かされました。ある種をまく人が種まきに出かけて種をまきながらこう言いました。すくすく育ちなさい。ところがまいているとき種が道端に落ちました。すると鳥が来てその種をつついて食べてしまいました。また別の種が土の薄い岩地に落ちました。岩地は硬くてデコボコした石がとても多くて土が深くなかったのです。その岩地では種が根を深く下ろすことができませんでした。芽が出てきてじりじりと熱い太陽を照らしつけすぐに枯れてしまって育つこともできません。また別の種が茨の中に落ちました。茨に落ちた種は芽が出てもツンツンと鋭い茨に刺さってまともに育つことができませんでした。それで実を結ぶことができなかったのです。また別の種が良い地に落ちました。良い地とは土に養分が多く含んでいる土です。それで良い地に落ちた種は芽生え、育って実を結び30倍、60倍、100倍になります。今日のマルコの福音書4章1節から20節の御言葉によりますと、創世記3章15節御言葉の種を魂に植えるとき味わえる天国の奥義についてイエス様は例えを置いて教えられました。イエス様はどうしてユダヤの宗教家たちに例えで話されたのでしょうか。ユダヤの宗教家たちは創世記3章15節の御言葉の種を魂に植えなかったので、御言葉を聞くには聞きますが悟ることができない人々でした。創世記3章の原罪をもって生まれた人の体に創世記3章15節原福音を植え付けなければ常にサタンに騙されて罪の許しを受けられない宗教家として生きています。それで言い訳をして自分を変えずに合理化します。神様はサタンに引きずられる運命を変えるためにサタンの頭を完全に踏み砕かれた創世記3章15節原福音の主人公女の子孫メシアイエスキリストをくださいました。しかし神様を信じるふりをする宗教家たちは罪の権威を握っているサタンのことを知りません。それで現在的体質のままに生きていく自分自身とサタンの使いをする運命を変えません。また肉の思い通りに生きる方法も変えずに生きています。むしろ過ちと悔い改めを繰り返して変化されることなく結局何の実も結ぶことができません。イエス様が一人になられた時いつも付き添っている人たちが十二弟子と共に4種類の地に落ちた例え話の意味を尋ねました。そこでイエス様は言われました。あなた方には神の国の奥義が知らされているが他の人たちには全てが例えで言われるのです。イエス様はまず御言葉の種を道端にまかれた人々について話されました。道端のような心は創世記3章の原罪で罪の髄まで固くなな状態を言います。それで固くなってしまったサタンの道端、つまりサタンの頭を打ち壊す霊的な使いの祈りで畑を耕さなければなりません。そして岩地のような心はサタンが巻いておいた環境のためにいつもブツブツつぶやきます。なのでサタンであることが分かれば私の中にある汚いものを取り除かなければなりません。茨のような心は何度も棘のようなものから刺されているとつぶやきながら環境のせいにします。なので私の体にある茨の棘を創世記3章15節キリストの力によって取り除く霊的な戦いをしてこそ
罪の権威が徐々に打ち砕かれます。神様がくださった御言葉の種である創世記3章15節、女の子孫メシアイエスキリストは古い蛇すなわち悪魔といい、全世界を惑わす者サタンの頭を打ち砕きなさいという意味です。私たちの体に来ている罪の権威はヨハネの福音書8章44節、偽りの父悪魔の仕業をいつも起こします。それで原罪によって悪魔は欲に従って欲張りになってもがきながら生きるようにさせます。そして汚い感情によって創世記3章15節の御言葉を心に留められないようにさせます。なので神様の子供は悪魔の仕業を打ち壊されたマクドの王、罪の問題を解決なさったマクドの祭司長、神様に会える道を開いてくださったマクドの預言者であるイエスはキリスト、この皆を呼んで骨の髄まで刻んでおかなければなりません。それでは一緒に告白してみましょうか。イエスはキリスト、私たちは神様の子供、すべての問題は終わり、悪魔よ去っていけ、聖霊充満、世界福音化、地の果てまで証人になろう。今から霊的な王様キリストの宮によって私の魂と体の中が固く固まって御言葉の種を植えることを妨害する毒素を取り除く霊的な戦いの祈りを行い、天国の奥義を享受したらどうなるでしょうか。私の心の岩地、道端、茨がなくなります。ふさふさといい実が結ばれる霊的サミットになることを祝福いたします。生きておられる神様、創世記3章15節、キリストの言葉の種を私の魂に植えて天国を享受する霊的な戦いの奥義を教えてくださり感謝いたします。毎日創世記3章15節、キリストの力を持って道端、岩地、茨のような心を良い地に変える霊的な戦いを行い、30倍、60倍、100倍の実が収穫できる世界福音化の霊的サミットになるようにしてください。イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。